久々にちょっとトレーニング動画を上げていきたいなと思います。で、トレーニングメニューは、ちょっと大幅に変えていきます。で、肩トレはね、今までダンベルとかハンマーストレングスのショルダープレスが多かったんですけど、しばらくね、1種目目はこのスミスマシンでショルダープレスを行っています。で、理由としては、まあ、肩周りね、もうちょっとやっぱ自分の中で、バルク欲しいなと思ったので、より重量が扱えて、なおかつ軌道がぶれずにしっかり負荷を乗せられる種目っていうのを、まあ、考えた時に、スミスマシンで行うのが一番いいなと思ったので、これからはね、このスミスマシンの、ショルダープレッシャーを中心にやります。どうしても、ハンマーストリングスとか、ダンベルだと、なんだろうね、結構その後ろにどれだけ負荷を乗せるかって結構重要ね、バンバン上げちゃったりできちゃうんですけど、スミスで、ちょっとね、上げるときにちょっと気持ち背中前にしたりすると、より効かせながら、上げたりできるんで、そういう意味で負荷乗せやすくて、より重量を使える意味で、この、スミスマシンをちょっと今回、チョイスして、やっていきたいと思います。で、これ1種目目で終わったら、次サイドで、サイドはこれから、いろんな方向からちょっと攻めたいんで、まあ、シークレットだったり、ケーブルだったりとか、いろんなバリエーション入れて、肩は週2回ルーティンでちょっと入れていきたいなと思います。じゃあやっていきます。塩分でちょっと顔ポンポンむくんでるんだけど、思ったより体重が、例年だったらすでにもう105キロぐらいいってるんですけど、まだ95、6ぐらいで、まあ、体のね、コンディションも、まあ、多分10日か2週間ぐらい、ガチガチにやればまだ大会コンディション手前ぐらいまで戻るような感覚なんで、まあ、このちょっとね、すぐ戻せるような感覚っていうのを常にキープできるように、そろそろね、切り替えてやっていきたいなと思います。今日は朝から玄米と卵とそばに踊りました。まあ、動画の企画とかでね、いろんなお店行ったりちょっとグルメ系ちょっと攻めるんで、食べたりするとは思うんですけど、動画外では、ちょっとね意識して、今年は取り組んでいきたいなと思います。スミス効くね。これマジでこれからのメイン種目に採用します。やばい、軌道がね、あのブレずに自分が、このね直線的な軌道に体の向きだったりとか、手の位置だったりとか体のこの椅子の位置でアジャストできるんで、すごいあのおすすめです。ぜひね、あの今までダンベルしかやったことなかったとかって人は取り入れてみてください。で、次サイドウェイズいきます。サイドは、なんだろう、肘がね、あの曲がって上がるようなフォームになる重量っていうのも完全に捨てて、肘がちゃんと伸びて、あの遠くの方まで放り投げるようなイメージで、できる重量で、基本的にはやってきます。今の12キロだと、まだもうちょっと、肘伸ばしてもできる重量に余裕があるんで、このフォームを崩さずに、なるだけあの重い重量でも、求めてきます。単純にね、上がる重い重量とかそういうのは、これからのトレーニングでは一切捨ててきます。で、おそらくね、多分16キロぐらいが、ギリギリかなと思うんで、この重量で
15レップもやってます。しっかりのった状態作ってから肘を伸ばし放り投げる、うん、スミスが効きすぎて肩が上がんない。楽しいね、トレーニングですね。オフの時ってすごい楽しいよね、トレーニングって。はい、次サイドのね、2種目目は、ケーブルできます、ケーブルで、角度とかね、引き上げる位置ちょっと変えて、刺激ね、微妙にちょっと与えるのを変えていきます。になりがちなんで、セラカトリの日に、リア最後にやるようにして週2回はちょっと入れるようにします。サイドとリアに関しては、週2回必ずね、マストで入れます。今日はね、ちょっとスミスが効きすぎてもうここから上がんないんで、この後ね、車運転してこっそこ行こうと思ってるんだけど、これできないからこんな感じになるの。楽しいね、トレーニングって。よし、頑張ります。オフもね、ちゃんと腹筋やっていくって決めたんで、腹筋やって終わりたいと思います。じゃあ、死んだ。